結局津波で全部流されて、そこで再開しようと思ったんですけど、いろいろ条件がこう重ならなく、うまくいかなくてですね、でここがまるまる開くということになったので、居抜きという形で先輩からもう「お前どうせあれなんだろう、ここでやれ」と「じゃあ来ます」ということでやり始まったんですけれども、それが去年の12月くらいです。泥の中から工具が見つかった瞬間に9割以上見つかったんですよ。それでそれが見つかったから、まあ僕らはもともと技術者なのでやる気が出るというか、工具さえあればなんとかなるなっていう。ですね、なんかいろいろこう注目があるらしくいろんな人には声をかけられますね、はい、レース用のオートバイがちょっとミリバイクのやつがあったんですけれど、それも一緒に津波で流されまして、で店の近くにはあったんで、それを拾ってきて全部修理して、その流されたオートバイでこの間オートバイレースに出た6時間耐久。そうですね、バイクって車と違ってフレームのない世界なんです。ヘルメットをかぶると、なんで開放感がものすごいんですよ。だからぜひ乗ったことない人は一度味わってもらいたいです、この開放感を。未来の乗り物って言えば分かりやすいですかね。移動体っていうことで、車だけじゃなく、別に1輪でもいい、4輪でも6輪でもいい、タイヤがなくてもいいですよっていう、その移動体、飛行機でもいいってことですけど、渋滞のない、交通システムが可能だったり、あとは信号がなくてもう住むような交通環境が整った。だから波に向かっていく人が多かったんで、それを見た瞬間に僕はもうギリギリの波のギリギリのところで逃げたんで、逆方向に走っていく人もいたんですよ。ちょっと分からないんですよ、津波がどこでどうなってるかっていうのは。だから情報が車に入ってくれば、車が勝手に判断して U ターンしてくれるじゃないですか。そっち行っちゃダメという、そういうシステムをもう盛り込まないと人は助けられない。だから車に乗って助かったから良かったねっていう状況を作り出さなきゃいけない。でもやらなきゃいけない使命ですよ、使命。これは生き残っちゃったんですから仕方ないですよね。